力まずジャンプ見せてもらって、うわエンジンいきましょう、ジャンプしてみろよ。あほらジャンプできねえぞこいつ、こいつジャンプできねえぞ、おいおいジャンプしろよ、ジャンプできない、なんで。じゃあ始めましょう、よろしくお願いします、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 ユニバース、ユニバース、クルーメイト、クルー、ああ今度はアキライ、ナイボ、おいナイボ、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 よさも欲しい方は展望で待ってます。力あるだろ。展望も力あるだろって誰？お前は力あるだろ。確かに力しかないか。エリフクル。飛び出せ。ユニバー。四つ葉作。今なんか力上げるおじさん赤い部いなかった。ジャンプダウンさん、うわあ、あ、ヒロさん今死んだ、おもし力に溺れた雑魚が死にやがった。言い過ぎだよ。まあ、よっちゃん波動砲で撃たれてて、うん、まあ、通ってるラインがあの展望デッキの配電盤前あたり通ってるね。展望じゃあ下のラインか。配電盤。で僕と畑さんはまあなんとかアップロードに行って避けてみたいな感じです。うんうん、嘘ついたってこと？あ、僕は何の力も持たない人です。ナイト君のその辺もあれですか？うん、バイタルらへんにも来ます、それって。あ、バイタルギリギリ、いや来ないんじゃない、めっちゃギリギリじゃない、アップロードならギリギリそうだよね。バイタルの下から打てば、下から打てば、うん、あー、じゃあもしかしたらキルされてるかも、うん、それは誰な、テラゾーさん、テラゾーさんがキルされてるかも。貨物から下に行く、診察室に行くテラゾーさんを僕は見て、テラゾーさんも波動砲で死んでるってこと？可能性があります。僕は上に行ったんですよ、ラウンジの。はい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 。貨物一緒いたんですけど、停電で。ああ、でも、エレクトリカルとか入ってたら当たりそうだけど。うんうん。俺、エレクトリカルいたけど当たんなかった。本当？でも、下の方だろ。じゃあ、キルされてるわ、絶対。あ、俺もあのセキュリティのテープタスクやってたけど、キルされなかった。展望に波動砲してんならシンプルに石油から撃ってるって、まあ、せやね、ライン的には石からが一番めっちゃ柿作らへん怪しくない、柿さん、いや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 、俺これ柿さんもう怪しいんだけど、本当につまり柿さん目線は石よりも左側から撃ってるってことになるんかな。あ、確かに、ここに来ないんだったら見えなかったから、その波動砲のあれが、うん、だからもしかしたらアップロードで撃ってるとかはないの。それでもそれは、うん、そんなから片迫慎太郎が二陣外だったらあるかも、風呂とかキッチンで打ってるんだ、それは一応あり得る、あ、石油キッチンの間とかってこと、そうはい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 、展望で直す人いる状態で石油キッチンで打つか、まあそれは思うのね、それはそう、怪しいですね、柿咲夜、柿さん、いや確かにそうだ、咲夜さん、あの咲夜さんが先にさテープタスクやってて、で俺がテープやってる間にどっか行っちゃったんだよね、うん、多分そう、それ営業抜けてるからっていうか、寺蔵さん切るから来作で囲んでるんだったら結局さっくんは引いて、いや来作じゃなくて、え、寺蔵さん、
一応ライト止まるね。間にいる。そう、間にいるっていう話。他の人の話聞いてないくんで、そんな決めつけは良くないと思います。決めつけてないこれ怪しいな、竹谷さん。怪しいな。ねえ、めっちゃ怪しいよね。落とそこ。どうなんだろうな。カキさんか。ないぼー。はい、ないぼー。ないぼー。ないないぼーですね。誰か一人やろうか。カキさん視点で普通に俺がエレキが登ってるのは見てない、うん、見えてないの。いや見てない。あのテープタスクやってたから。アゲマルってエレキが降りなかった？うん。ごめん、水入れてた。俺は今シャワー側から行って、アーカイブとの間までいたよ、前回は。うんうん。波動砲の音が聞こえたタイミングでメインでカゲマルと会ってるから、カゲマルは絶対波動砲は打てないし、打てないし、バイタルのキルもまあ無理そうかな。うん、藤井宮もまあ無理だと思います、さっきのは。うんうん。あ、これよく考えたら、あのね、僕目線、あのターン、アーカイブに湧いたんだけど、まあ、展望に行くって言ってしまった手前、展望に行かざるを得なくて。展望まで大移動してるわけなんですよ、走ってね、うん、で道中ですれ違ったのがセキュレサックンとキッチン石炭で拡散しかいないから、うん、まあ、よく考えたらこの2人ぐらいしかいなそうだわ、うん、ああ、じゃあ第三者の介入がむずそう、うん、他の人の場所も言いなさい、最終地点を。のすけはメイン、あ、いつのタイミングで、え、今回じゃない、前回、前回やろ、前回、そう、前回最終タイミングはメインです。どういうルートで、エンジンからメインに入ったけど、でメインでタスク終わってエンジンの方を戻るときにボタンというか終わった、ね、エンジンメイン、藤宮のタイミングによりそう、うん、え、俺シャワー浴びてんの見てない？シャワーは俺は見てない、入ってないから。タケヤン、タケヤンが出てません。タケヤン、だいぶ、おお、うん、そこはもう厳しいんだ、うん、厳しい。シンタロさんもアーカイブ脇を見てくれてるはず。あ、巻きがそうだ。やっぱカキサクやライトに、あ、ミジンガイはいそうだけどね。まあ、ライトさんが来るならほぼカキサクやっぽい。こ、はい、まあ、れはカキノスケだと思ってるから。おお。そうなの。どっちもってさ、ノスケさんやるってエンジンからさ、ベントでキッチン飛んで撃つしかないよね。そうだから、カキさんが見て、うん、本当だったら、ノスケがキッチン側にベント使って行って使って、シャワーからベントで、なんかこれ肉になりますよね、これ死体肉になる、なるなる、ベントの近くだったんで、貨物のベントの近くで寺澤さん肉になってましたよ。ああ、見てた、あ、見てた、いや、そっちは、そっちはなんか、じゃあ話変わってきたわ、湧いた、湧いた、じゃあ俺いけるやん、それから怪しい。でも、カキさんの方がもったいらしいから、それペットが押してるやつじゃないの、カキさん怪しい、まあ、ペットは見なかったにするか、あ、全然ラウンジの、あ、まあ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 、多分竹谷さんがジャッカルなんだろうから、まあまあまあ、まあ、そこから1は絶対ポスターってことは、ラウンジの扉開いたの何だったんだろうな。アーカイブでジャンプダンサーやられてる最中にさ、ラウンジアーカイブ館の扉開いたんだよな。あれできる人いなくね？はい、ライボー。おー。まあ、稼働砲とか機関かなって感じかな、今の言い方で。うわー、ボタン押すんだ。今、僕のこと切れたよな、さくらさん。え、ライトさんって最初、寺蔵さんがバイタル付近で見たから、その辺で死んでますっていう感じ。いや、貨物の下に、僕がラウンジに行って、貨物の下に行ったなっていう認識な動きだったんで。うん、バイタルらへんにいるかなって思ったんですよ。それなんでお肉っていうのは、お肉は貨物にもう一回巻いたの、さっき。うん、もそれペットが死骸になってるやつ。それあれやわ、幽霊だから、よ、俺多分これマジで話、よっちゃんの幽霊とかじゃないの、それ多分。そうです、幽霊ペット、
幽霊ペット。あんまりしたいっつっ関係ないかもしれない、もしかしたら。じゃあやっぱり状況変わんねえもん。お肉っていうのは、寺澤さんのお肉を見たんじゃなくて、そういうことか。あの、美味しそうなお肉が落ちてたらしたいじゃないですか。思った。食いしん坊のお肉。そうそうそう、なんか。ややこしい。ああ、そうそうそう。いや、分かった分かった。俺もね、みたいなのが落ちてて。さっき見たわ。俺もさっき見たんよ、そう。俺も見た、それは。見た？あれはペットのが残っちゃってるやつ。あ、そうなんだ。ちょっと待って、じゃあ、ちょっと近いの。思わずやめすぎてる、これは。アマハネミートね。まあじゃあ結局だから寺蔵さんの被災地って、まあ、分からないが挟んでるバイタル付近のどっかってことだよね。まあ、だとしてもシャワースメント使えるから別に影丸ライト作業って感じだな。あ、いや、そん、ああそうだね、そう、そうででいいか、そうだね。ちなみに僕シェリフなんですよね。うわ、最強じゃん。ちょっとのすけくんがさ、エンジンメインエンジンって何のタスクやってたの？メインの、メインのシャワーと、うん、なんだっけ、あの写真の入れるやつ、液体に暗室、うん、暗室でそのままエンジン宿舎っていこうって。そう、俺富士宮からギリギリ届かないってないインポスターぐらいしかないかなっていうのが届かないって思ってほしいなって思ったんだけど、影丸とメインの真ん中ですれ違って、俺メイン左若干いけたかなぐらいだから、シャワーベント使って貨物キルはねほぼ無理、俺してん、うん、と思ってほしいな。だから1キル1ジャッカルが発生してた場合、やってないインポスターはあるけどって感じ。やってないインポスターは誰にでもあんねん。まあまあそうそう。え、桜さん、俺してんキルはしてない、影丸は、あなた、うん、俺は絶対してないです。俺釣るんだったらのすけくん釣ってほしいな。いやいやいや、何言ってんねん君。あ、まあ、何言ってんねん。一票俺ね、のすけくん、ごめんなさいね、ちょっとシーンなんで僕が滝作で1陣が絶対釣れてると思うんだよ、ね、うん、両狂いはないでしょう。滝さんも反応が陣がいい。うん、あ、ここ。藤宮。ボスケ。人格。アーカイブの机の上。ほぼのすけさんだけど、僕目線。いやいやいや、空気満々。俺と慎太郎くんが今同時に、むしろ俺がちょっと前ぐらいで昇降機入ったんですよ。あ、なら対抗です。今僕昇降機右を一人で直してるから、でのすけさんは僕アーカイブ残して、まあ、藤宮くんは見なかったんだけど、そもそも、うん、直してるんですか。直してるってか、打ち込もうとした瞬間、まだね、正確には番号を打ててないと思う。左が先にライトさん直そうとしてくれてて、僕も一応確認したけど、右は触られてなかったから、うん、あ、そうそう、別にそれはそう、最後ならある、まだ番号打ちてないから、うん、あー、なるほど、完全対抗やね。じゃあ、え、のすけさん今最終値がどこっていう主張。一応でも昇降機の右ですね、今僕と一緒にいるってことでしょ。うん、あ、なら対抗で大丈夫。ジンタロ君並んでさ、シャワーアーカイブ昇降機って入ってんやん。え、嘘、見えてなかった。え、あのね、僕、うん、そのメインで武雄さんと一回合流したじゃないですか、うん、でそっからシャワーらへんで武雄さんと別れて、多分武雄さんがシャワーの奥に行ったのかな、うん、で僕がリアクターになってたから直しに行って、でアーカイブぐらいで一回のすけさんがシャワーからやってきて、うん、でものすけさんは昇降機右に入ってこず、僕が置いていってみたいな感じだから、あれ今手を取りたって直してない、俺と。いや、そんなことはない。いや、でものすけ目線に慎太郎じゃキルないってこと。いや、ないんよ、だからびっくりした。じゃあもう武雄さんしかないや、のすけさん視点。おにき左側でね、僕とヤミさんとカゲピーでエンジンであのリアクター中に会って一緒に走ってるから、まあカゲピー行ってもね、シャワーぐらいだと思うから。先に慎太郎さんに対抗って言ってるあののすけさんも人外だと思うんですよね。いや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 、何を言ってるかちょっとわからない。まず慎太郎さん違うって言いますよね、そこ。確かに確かに、うん、名推理論破論破です、これは。誰を信じるかはちょっとあなた次第なんですけど。でもね、まだ一陣外ないんだ。一陣外もしくはジャッカルがサイドキックで上がってきたら二陣外いるからね。確
確かに。リアクターが気になるんだよな。ああ、確かに。確かに。終わらないと、とりあえずは終わらないと。終わる可能性も一応あったからね。ハトさんはエンジン配線にいたの確か。ハタサコさんは武器庫の方に下ってってたんで。あ、そうなんだ。え、無理だと思うな、誰も。あ、僕も誰もっていうか、竹尾さんと慎太郎さんは無理だと思う。うん。竹丸くんじゃん、ヤミさんじゃん。あ、ごめんごめんごめん、もう一回言ってもらっていい？だったら影丸になるよ。名探偵おるって。ライトさん目線で多分その畑さんが武器庫に下ってったんだよね。はい、で金庫で最後竹尾さんうっすら見えてるんで、うん、飛びもほぼ無理だと思ってるんで。もしは影丸ヤンミの最終打ち聞いてじゃない？ヤンミは僕最終請求です。ヤンミはメインからエンジン行こうと思ったけど、込み直ったか引き返してメインの女性やってまたエンジンに帰ってきてるっていうのをね、聞かしてるの見てくれてたでしょ。あれ、ちなみに影丸ヤンミのそのなんかあの2人セットの動きは何だったの一体。2人セット、あれでしょ、あの通信直しに行くときに途中で合流してエンジン真ん中あたりで確か直ったから、僕は助かりに引き返して、ね、ああ、そういうことか。いや、引き返してない、完全対抗です。いや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 、直ったから僕がメインに帰ったんだよ、エンジンから。違う、俺は、あ、まあ、後ろついてってる、でも別にいいけど、俺はそこからメイン電気石油って言ってます。もっと嫌ってください。影丸ヤンミだったらさすがに影丸です。僕も影丸くんだと思います。いいですか、はい、おにきの理由も聞いていいじゃん。え、そこら言えないよ。印象じゃん、ただの。僕はなんか、いいですか、ごめん、僕が喋っていいですか、なんか疑ってるんで。ヤンミがなんか完全対抗って言葉を使ったの意味わかんないんだけど、治ったから僕はメイン側に戻って電気石油って言って普通にタスクをやってます。心がいいから使ったんじゃない、完全対抗って。あ、ごめん、あ、で、ちょっとヤンミのことかばいすぎてないですか、これ。確かに。あと、カジサクの流れの時も僕は押したし、ノスケの時もちゃんと意見出してます。でもこれってさ、何残り、ジャッカル残りだとしたらさ、のすけさんからもらえるのって影丸さんぐらいじゃない？あ、ごめん、ジャッカルサイドキックのことは完全に忘れてたけど、拡散サイドキックのすけインポスターだと思ってる俺は。闇に入れます。死にな。え、これ俺になる理由マジでわからん。いや、だ、僕もわかんない。え、闇まで釣ってください。絶対に闇まで釣ってください。もしくは鬼、ちょっとそこは精査してください。はい、インポスターとサイドキックだと思うんで。え？あ、終わんないんだ。つけられてるじゃん。はい。え？まあ一応。理由説明しとくと、ヤミちゃん前まではジャンプダンサーだったから。ああ、ジャンプダンサーだよ。そう、思い出した。確かに。でも今は違うかもね。ジャンプできるよ。確かに。いや、僕ずっとジャンプしてるやん。いや、飛行機直した時もジャンプしてたよ。今さ直近のジャンプしてましたか？でも昇降機直してるときはジャンプしてるから、もうなりようがないじゃん。いや、その時にやっぱのすけさんとかあの辺からなんかいなかったじゃん、のすけさん右にいたんだから、僕左にいたんだから。
え、それどのタイミング？柵かけ釣った後だったら多分違うと思うけど。釣った後もずっとジャンプしてるよ。だったら違うんじゃない？だって柵かけの中にジャッカルがいそうっていう推理だから。うん。釣った後にジャンプしてるんだったら渡されてないと思うよ。そうだよ。僕ずっとジャンプしてるよ。ノロ。え、タクオさん？え、でもどうやって切る？僕は無理だ。あ、これ多分だけど、ハゲマルくんがインポスターで、カキサクにクルーがいるうちわけ？単純にこの4人の中に1人さ、さっき切った犯人がいるっていうことで大丈夫？いや、その場合だってもうヤメちゃんしか残ってないから。本当に？あ、じゃあエンジン集合してライトさんにヤメちゃん切ってもらうでいいんじゃない？ダメだよ。そしたらそしたらインポスターがそこからライトさん切っちゃうじゃん。え、みんな皆さんの中でヤンミさんはもう弾けたんじゃないですか？それ違う。そうその柿作釣った後にヤンミちゃんがジャンプしてるのを誰か見てるんだったらヤンミちゃんは違うから。見てない。さっきのキルできた人が影丸くんしか残ってないんで、影丸くんが人外になって、その上で終わってないってことは、つまり柿作がクルー混じりでボスケさんが人外だから。ね、ライトさん実はもらったりしてないよね。うん、大丈夫。シェリクですよ。かなりシェリク。そうだ。だそのシェリフを行使しないと分かんないから、ライトヤンミで争った方がいいんじゃないの？いや、ライトさんが僕か竹尾さん切るのが一番。あ、そうね。エンジンで集合して、まずジャンプを見せてもらって。ああ、いいね、いいね。うん、で見れたらライトさんが竹心を選ぶ。どっちか、竹心を選ぶんですか、僕が。うん、ライトさん目線でも怪しいと思う方を切ればいいんじゃない？僕と竹尾さんで。だって慎太郎さんメインだってボタンを押してて僕の先で、あ、だから多分そのキルは影丸くんなんじゃないかな普通に。あ、やっぱ影丸くんなんだ。そうそう、そういうことは成立する。うん、何の声だか。まずジャンプ見せてもらって、うわ、エンジンいきます。ジャンプしてみろよ。ヤミさんまだ残ってんだろ。頼むよパーティーやるぞ。ヤミさんか、ほら、ジャンプできねえぞ、こいつ。こいつジャンプできねえぞ、おい。おい。こいつジャンプできないです。ジャンプできない。おい、ジャンプしろよ。これ、ジャンプできない、なんで？でも竹尾さん切ってるよね、これライトさん。まあ、ライトさん多分自爆だから竹尾さんクルーだから。僕してシントロさんになる。え、ジャンプできなかった、なんで？ジャンプしてみろよ。ジャンプホールじゃないからだね。あれ？シントロ、これ、ジャンプ制限あります。なんでジャンプできないんだろうね。え、本当にジャンプ制限ある、これ。ジャンプしてみろよ、クソガキ。竹尾さん、これ僕ジャンプ制限がある、飛べない体になっちゃった。謎の仕様により人外勝ちとする。何できなかったの？ごめんなさい、竹尾さん、分かんないわ。いや、どっちみちだよ、あれは。よかった、竹尾さんで。なんでジャンプできない？なんで最後ジャンプできなかったの？なんでできないの？かわいそすぎる。重くなっちゃった。ガタが来た、ガタが。ガタ来てたか。筋肉痛で。膝に爆弾抱えて。筋肉痛でダメだった。え、これもしかして回数制限ある？いや、ないないない。売れたよ、ないから無限にできるんだけど。最後むずすぎ。闇のマウスが切れただけ。いや、動いてるやん、ほら。